大黒摩季の You Are Playlist をお送りしたのはジェイソン・デルーロ、ザ・ラムタムタガーでした、全世界累計観客動員数8100万人、日本人の3分の2ほぼほぼ、そして日本公演通算1万回を記録するなど、1981年のロンドン初演以来、今なお世界中で愛され続けるミュージカルキャッツ、このミュージカルキャッツが映画となり現在大ヒット中です。シンガーのジェニファー・ハドソンやテイラー・スウィフトも出演しています。ジェニファー・ハドソンってドリームガールズ以来の映画でモリッと出るっていうのは久々なんでね、楽しみではございますが、でテイラーに関してはもう私は別に友達でも何でもないですけれども、勝手にネコラー友達という気分になっているね、天下の猫好きね、テイラーさん、自分が猫役をやってみてどんな気分だったんでしょうかね。いや私はあれだとどの役に行くんだ、まあどの道おばば猫とかそういうことになるんだと思うんだけど、そうね、50トライ、私のね大晦日に立てたスローガン、中にね、スタッフともみんな笑いながら話したんだけど、この際だから歌ってみればやれるんじゃないかってね。私まだ CM バージンなんですよ、意外に。だから CM 出演、モデル、それから女優、声優とかっていうのを一丁紙ずつ、まあ一回経験するっていうのが大事だから、一生に入れようかなって言ってたんだよな。だからなんか日本でもね、こういうキャッチーな映画とかやってもらったらいいかな。最近、小耳に挟んだだけなので調べてないんですけど、アニメーションで動物、みんな動物ばっかり出てくるの、動物の吹き替えをやるっていうのをなんか夜中の番宣でやってたんだよな。そういうのも面白いだろうし、それの実写版もう日本がほら、日本昔話ってあってたじゃない。もう今のお子さんたちわかんないかもしれないけど、 YouTube とかで掘ってみたら結構ハマるかもよ。私シリーズすっごい好きで、ボックス買おうと思ったぐらいなんだよね。だからその日本の昔話の動物ものとかもいっぱい出てくるから、そういうのをせっせとね、なんか実写でやってみても面白いんじゃないでしょうかね。まあとにかくこのキャッツ、もううちのキャッツも大変です。もうね、なんだろう、うちのあんちゃん、もしかして後ろになんかすごいマイクロチップでも入ってるんじゃないかっていうぐらいすごいスピードなんだな、これ。なんかね、もうスーパーサイヤ人になっちゃうぐらいに、今まだゲージでお留守番なんですけど、ゲージ出した瞬間のなんかこうフォース、もうで、うち天井が高いんですけれど、その途中に細っこい3あるでしょ、窓の3、あれがちょっと広めなんですよ。で猫タワーから登れないように結構離してるんだけど、それでも飛び移ってヒヤーって見てる方が怖くなるんだけど、彼女はすごい筋トレのようにぶら下がってでもそこによじ登ってブワーって走るけど、まだ子供だからバックができない。たまにうちの銀ちゃんがこれ見逃しにこうやるんだよみたいな感じで上がってって、綺麗にバックしていくとキーってなってなんかドラゴンボールのなんとか道場みたいな感じもう家帰って疲れて帰ってくるんだけど、彼女をゲージから出す時っていうのは覚悟がいるわけ、ね、で片いうちのスターウォーズのチューバッカー、もうね、毛がねもうもうすぎてチューバッカーを超えてチャウチャウみたいになっちゃったね。だうちのキャッツたち物語とかも勝手に私作りたいな、いつかなと思って、先代のねボンバンベンリン、今相対的にはファミリー9匹なんですよ。たまに回想シーンで先代も出てくるようなね、大黒家の猫たちっていう、お金がね集まってきたらいつか、今もう音楽に全部使ってしまってるんであれなんですけど集まってきたらですね、大黒家の猫たちとかねやりたいな。はい、では続いて、じゃあこのサントラからも1曲お届けしたいと思います。早く見に行かなきゃ、もう終わってしまう映画アナと雪の女王2のサントラから、イディナ・メンゼル Into the Unknown。I can hear you, but I won't.
Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, and spoken for, I fear. プレイリスト、続いては海翔馬くん覚えてますか皆さん、ね、映画写真甲子園のね、0.5 秒の夏というね私が、主題歌と、挿入歌両方やらせていただいた、まあ、北海道の東川町ね旭川の、まあ、もうすぐ隣ですけれども東川町で始まった写真甲子園という高校生の皆さんがですね写真部の皆さんがですねまるで甲子園のように、写真を競い合うというねそれが25周年を迎えるということでその、写真甲子園 0.5 秒の夏を作るにあたってできるだけ北海道人縛りにしようというね町長のご意見でですね、監督は私の本当に大好きな里見八犬伝のプロデューサーでもあってその後僕らの7日間戦争ってあの宮沢りえちゃんがまだもう少女だった頃ねの監督でもあります菅原博史監督でそして音楽が私小倉真希で、まあ、各、セクションにもどさんこがいっぱいいるというところでその、キャスティング、ね、の中で全国の、高校の写真部のみんなが集まってきて最高甲子園ということで東川町で町を挙げての最後の写真撮影を行ってそれを競い合うというものですでその東京の桜ヶ丘学園の写真部の翔太くんって役だったかながなんと海翔馬くん翔太と翔馬でその、翔馬くんがそう思い起こせばねこの写真甲子園の挿入歌を私の生徒のブーズ、ね、北海道の学校の生徒だったブーズたちに歌わせたんですけれどもねその劇中で高校生がいっぱい出てくるのでみんなで歌ってるみんながこう走ってるとか歌ってるところを使いたいということでスチューデンツバージョンっていうのがリリースされてないんですけれども撮りましたねその時に海翔馬くんも歌いに来てくれたんですよ
で、しょうまくんがその写真甲子園のそのズームアップのレコーディングの時に、私がみんなで歌ってる時に、私結構バラで聞こえる耳なんで、女の子たちとかみんなに集まって歌ってるんだけど、この子の声はきっともしかしたら宝物かもしれないと思って、ちょっとしょうまくんピンで歌ってみようって言って、恥ずかしいですって言ったんだけど、あのうちのアキラくんね、メインボーカルやらせたアキラとも違う声で、これはもう一緒に出していいんじゃないかということで、しょうまくんにあの歌ってもらって、でレコーディングをしながらいろいろご指導したんですけれども、そしたらパッパッパね、成長、もういきなり成長して相手っていい声が鳴ってきたんですよ。でマネージャーさんに、すいません、私本当はもうちょっとやったらこの子もっと売れる声にできると思うんですけどね、ぜひ歌わせてあげてください、この人は絶対歌えいけますよこの声って熱弁したらしいんですよ。私そこから先あの映画祭とかではご一緒したんだけど、歌について別に触れてなかったんですけど、マネージャーさんが覚えてて、でなんと今週私見に行ってきたんですよ、しょうまくんが、まあ、ダブル主演なんですけど、デスノートの藤原竜也くん役、あの映画でいうところの、ですごいね、めっちゃミュージカルしてるデスノートで、海外のサウンドクリエイターとかプロデューサーとかが作ったんで、歌もすっごい難しいんですよ。なのにもう大黒摩季チルドレンって言いたくなっちゃうぐらい、あの最近の子たちっていうのはマイク、オンマイクでそのマイクを頼りに歌う、まあそういう種類のダンスボーカルが多いために、あのどうなりといって中低期が骨までこう鳴るような声が出る子がほとんどいないんです。なのにしょうま様、すっかり本当マキシルドレンって言いたいぐらいに中高域がすっごい太くブワーって出てって、で普通高音を伸びていくとあのだんだん疲れてきちゃうので、あのわーって言った後にはーって下がるんですよ、みんな終わりっきは。それがもう私本当に好きじゃないんですけど、それをちゃんとねお腹というか腹筋で切れてこう息上げたままスパッと止まる歌い方ができてたんですね。あれね、歌唱指導の先生も良かったんだと思うんですけれども、一層まだまだムキムキしたいなと思いました。なのであの、まあ、勝手にだけど親戚のおばさんってそういうもんなんですけど、うちのズームアップで空いたのだったとしたら責任持って見守らなきゃみたいな素晴らしい歌声になってました。あの、三浦春馬くんが最近ではもう本当にミュージカルの歌も素晴らしい、歌い手より歌い手っぽいんですけど、その春馬くんが最初ね、出始めた頃ミュージカル見てて、でちょいちょいじゃあ AA とかご一緒したりとか、それとかあの地球ゴージャスとか、まあそこはあの若い俳優さんの登竜門でもありますけど、あれでどんどん抜かれてって今となっては、この間のキンキーブーツなんかもやばかった、もう本当にブロードウェイでもどこでも行ってらっしゃいっていうぐらい上手になってて、なので同じアミューズですからね、しょうまくんとかも春馬くんのを目指して行ってもらいたいなと熱く語らせていただきました。そんなういういし初めて本気で歌ってみたという、しょうまくんの声をちょっと大きめに出したはずの世には出てないズームアップのスチューデンツバージョンというのをお聞きください。Yeah, yeah, oh, oh, sky.
お送りしたのは小倉真希 with ブーズ with 海翔真くんで、ズームアップのスチューデントバージョン聞いていただきました。本当ね、努力はね、自分を裏切らないんだよ。もう頑張った人にだけもらえるご褒美、そんな境地をね、全国の若者たちね、ゲームのように、オンオフでリセットしてしまったらまた一面からだぜ。だからここは難しくっても必ず5面をクリアしようと思ったら6面に行ってください。そうすると必ず6面で感動が待っています。大黒摩季のYourプレイリスト、この後は交通情報をお伝えします。笑顔が広がる住まいづくり、愛情、愛着、愛嬌グループがお送りします。日本道路交通情報センターの川島さん、お願いします。はい、東京湾アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦まで8キロの渋滞、アクアトンネルの出口付近で1キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の上りは花輪付近を先頭に武石まで5キロの渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川付近で1キロ半渋滞しています。東京外環自動車道や常磐道に目立った渋滞はありません。
関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に嵐山小川まで13キロの渋滞、東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に厚木まで11キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りの板橋ジャンクションで事故のため熊野町ジャンクションまで1キロ渋滞しています。千葉県の一般道路では特に国道296号線の上りが船橋市三籾街道入り口で断続的に4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。川島さん、ありがとうございました。ベイ FM トラフィックアップデート、次は4時56分ごろお伝えします。暮らせない子供を家庭に迎える里親制度、今全国で5000人以上の子供たちが里親さんに出会い育まれています。里親制度に関心を持たれた方は千葉県里親制度で検索してください。みんなで児童虐待ゼロに、千葉県からのお願いです。毎週日曜夕方5時からの牧原土壌の風景アーズ、3月4日にリリースする提供曲セルフカバーアルバムビスポークから毎週1曲を解説付きでお届けしています。オリジナルとはまた一味違って音楽の秘密を覗かせてくれるアルバム、ぜひ聴いてください。日曜日夕方5時。 Your playlist. Your playlist with Maki Oguro on Bay FM 78. 大黒摩季の Your Playlist。 番組後半は先日のグラミー賞で主要4部門を独占する快挙を達成、クリストファー・クロス以来39年ぶり、まだ本当大快挙でございます。ビリー・アイリッシュ。ビリー・アイリッシュって名前だけ聞くと男の子みたいなんですけど、まあイケ子ですね。あの今イケの女子ね、いくつ ?18 歳か。まだ富士女子だったな。皆さん想像してください、大黒摩季のセーラー服。まあ、彼女はもうさっきからさ、ドゥドゥン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 ダーっていうのがもうこびりついて離れないっていうか、もう超中毒性がありますよね、彼女のサウンドっていうか。てか彼女のサウンドイコールお兄ちゃんのサウンドなんですよね。で、あのまあ私が分析するに、彼女たちっていうのはある意味ど真ん中、いわゆる日本でいうと、まあ、田園調布とかそれとか世田谷とかですね、もうなんなら代官山っていうぐらいロサンゼルスにお住まいのファミリーでですね、でロサンゼルスにいるのにもかかわらず全くパームツリーと風と太陽を感じない、このサウンド。それを紐解いていったら、お兄ちゃんがあの打ち込みオタクでベッドルームでシコシコ作ってるところに妹が入ってって、じゃあYOU歌ってみるみたいな話だったそうですよ。だから全編アルバム聴いてると、音質が全部オン、私たちがよく言うんですけれども、例えばリバーブだとかそのエア感、空気感を足さないで、その打ち込みしたままの、音をさらにヘッドホンで聴いた時に、まあ、ちゃんとこう後頭部とかあの前頭葉とか、ヘッドホンで聞きながら背中に来るとかっていう、あの体に近い状態のエフェクトというか してて、オンっていうんですけどね、オフとオンですけれど、でそういう音質になってるのもそりゃそうだよね、ベッドルームで作ってたんだもんねみたいな、部屋だから、だから全部が部屋なりなんですよね。あの今の現代はどんなほぼほぼ風景情景みたいなのを再現できるほどのプラグインが、プロトゥールスというものもそうですし、エフェクターのソフトとか全部入っています。もう機械の研究がすごいので、
なので私たちの昔みたいにやっぱりラルマナイ川の川の音がいいよねって言って取りに行ったものとそっくりな音質にできちゃう、行かなくてもいいっていう、だから行かなくてもいいが得か損かっていうのはね人それぞれですけれど、でも私はそうでもしないと外に出ない人たちはもう音取りに行った方がいいと思うんですよ。でこのお兄ちゃんがまたね、あのグラミー賞もそうですけれども映像を見ると男前なんだね、すごい綺麗なね、昔のジェームス・ディーンバリのなんか綺麗な、まあ、それもみんなわかんないね、ごめんなさいね。ジャスティン・ビーバーは結構ちょっといなたい感じだから、もっとなんかほとんど持っててね、すごい綺麗なお兄ちゃまでスタイルも良くて、普通だとお兄ちゃまの方がブレイクしてもいいんじゃないかっていうぐらいの素敵なお兄ちゃまで、で兄弟仲良くていつも一緒ね。でもまあ彼女のあの鼻血が出ちゃったっていうテイストから始まる曲とかも本当に面白くて、で歌詞なんかをすごく検証していくと、まあ、大人びた私ひねくれてるの悪い女なのって言う人ほどいい子なんだよね、本当の悪い人は黙ってますからね、黙ってブスっていう感じなんで、やっぱり彼女はきちんと安心しちゃうぐらい女の子で、最終的に私を束縛してね、所有物にしていいわよとかって言うじゃない、私それ絶対言ったことないからね、束縛されたくないし所有物になりたくないみたいな、もう逆だから私ってやっぱり男なんだなって思うみたいなところで、ラストナンバーの方は清野菜名さんと横浜流星さんがダブル主演もしているドラマ白でも黒でもない世界でパンダは笑うの主題歌にもなっています、ビリー・アイリッシュでバッドガイ。
playlist. Your playlist with Maki Oguro on Bay FM 78.大黒摩季のイヤープレイリストもおしまいの時間です。さっきなんで私がご機嫌がいいっていう話をしたかというと、今のビリー・アイリッシュちゃんたちのあのあれも関わってくるんですけど、お兄ちゃんもベース弾きなんですよ。あのアイリッシュちゃんの後ろであのバンドをやるときは、でなるほどと思ったら、もうかなりの確率でキックってドスドスと、今のねバッドガイもそうですけど、ドゥッドゥでってってってキックが鳴ったと思ったんです。一番最初に入ってくるのはベースですよね。オレオレでございます。他の曲もベース始まりとか他の楽器が入ってくる前に、あのほぼほぼキックとベースベース抜きっていうのはないですね。いいんですよ、もう私も、ね、年末に言いましたけど、自己満ですがそれが何かっていうね、これが幸せと言いますね。で私もね今回もうそろそろ音が皆さんの元に届くとは思うんですけども、来週あたりかけないなと思うんですけれども、名古屋ウィメンズマラソン2020の公式応援ソングっていうのを書き下ろさせていただいたんですけれども、あのワンフレーズだけご紹介すると、決めフレーズがさあ綺麗になれっていうところがあるんですよ。あの今まで可愛いっていうことを言われるために女子として頑張ってきたけど、そろそろそれよりも一歩進んで私なりの綺麗だねって言われてみようっていうね、なかなかポジティブでいい感じなんで、もうこれ以上喋らせてもらえないので終わりたいと思います。というわけでですね、大黒摩季の最新情報や今後のイベントの詳細などは公式ウェブサイトで、確認してもらえればと思います。最近では M ドライブというファンクラブの方もサイトがリニューアルされていますので、各種いろいろ面白いことも見れると思いますのでチェックしてみてください。でそして直近で言うと50歳50トライの一つ、全国50本のツアーの前半戦が発表になっております。4月11日ここ千葉成田国際文化会館大ホールからまたもやスタートします。千葉からまた全国に羽ばたきたいなと思っています。あとはビルボードクラシックスやそれから目覚ましクラシックスとか、そちらの方のイベントにもちょいちょい顔を出しますので、公式ウェブサイトなどチェックしてみてください。そしてこの番組では普段皆さんがどんな時にどんな曲を聴いているのか、そんなシチュエーションを交えたリクエストをお待ちしております。メールは 0096@bayfm.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグ数字で0096アルファベット小文字でプレイ、ラジコではタイムフリーエリアフリー機能を使って全国から聴くことができますので、お聞き逃しの方はこちらをチェックしてみてください。ただ1週間超えますと次の週のアーカイブに変わってしまいますので、それまでにチェックしてください。それでは Your Playlist、 お相手は大黒摩季でした。また来週まで元気でね。
美しいデザイン。目指したのはあなただけのリゾートルームです。 L クラスバスルーム、パナソニックリビングショールームでお確かめください。パナソニック。ベイ FM スペシャルライブ in 成田。渡辺和美ジャズギタートリオ&トヨタチカジャズライブを開催。3月1日日曜午後4時から、会場は成田市文化芸術センタースカイタウンホール。僕たちと一緒にジャズを楽しみましょう。チケット好評発売中。詳しくはベイ FM のホームページで。 JOGBFM ベイ FM 78アサヒビール。For sports with Kosaku. こんにちは、コウサクです。この番組は千葉にちなんだスポーツやアスリートを応援するプログラムです。今月は車いすフェンシングをピックアップ。アサヒビールチアーズフォースポーツ。この時間はアサヒビール千葉統括支社の提供でお送りします。一緒に叫ぶ、楽しむ、つながる、同じ気持ちで飲むビールってなんでこんなにうまいんだろう。最高の瞬間を。東京2020オフィシャルビール、アサヒスーパードライ。アサヒビールは東京2020ゴールドパートナーです。さあ、先週に引き続きまして、2017年の車椅子フェンシング全日本選手権で銅メダルを獲得しています車椅子フェンシングの選手、角田明選手にお話をお伺いしたいと思います。角田さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今ですね、実際に試合で使うマスクをつけながら喋っていますけども、もっと見にくいのかなと思いきや見えますね。はい、網戸越しに見てる感じで。そうですね、はい、ただちょっと僕の声にこもってる感じしますよね、きっとね。多分ね、聞いてる方はね、今マスク外しますんで。あ、これ結構やっぱ汗かきますね。そうですね、もうユニフォームって言って、その試合用の着るものも柔道着ぐらいの分厚さがあるんで、はい、暑い国に行ったりするともう大変なことになります。ですよね、これね。さあ、そしてですね、先週に引き続きまして、今週もですね、東京北区のナショナルトレーニングセンターの方に来てますけども、立派な施設ですね、これ、はい、健常競技と障害者競技が、両方入って一緒に練習できるように作った施設で、全部車椅子で行きやすいように作っていただいてるんで、もうバリアフリー完全な、はい、いい環境で練習させていただいてます。今ちょっと角さんの後ろに広がる練習場ですか。はい、すごい広いですね、このフェンシングの手前側に置いてある大きい銀の板みたいな、鉄の板みたいなのが車椅子用のピスト、はい、今回ちょっと防具道具についていろいろとお話をお伺いしたいんですけども、今最初はですね、このマスクですね、はい、つけさせていただきましたけども、この持ってきていただきました、はい、剣、はい、これがフルーレ剣、つかの部分が木の枝みたいになってるんですけれども、はい、先っぽの方にはスイッチみたいな、スイッチのようなものがついてます。そこから剣の溝に沿って線が流れています。あ、本当だ、剥がれないようにしてあって、手元のプラグが刺さるところまで伸びてます。はい、プラグこれ線をつなぐんですか。そうですね、それをユニフォームの中に通しているコードをそこに刺して、そのコードの反対側は審判機につながるようになってます。そして今僕が持っているこの剣は何でしょう。それはサーブル剣です、ね、サーブル剣、はい、サーブル剣は切るだけの。そうですね、スイッチはついておりません。剣に直接電流が流れてるんで、はい、相手のメタルジャケットで通電した瞬間になるようになってます。ちょっとでも触れればなります。ちょっとこの柄の部分は海賊の剣みたいでかっこいいですね。そうですよね、デレデンデンデレデンデンデレデンデンデレデン、すごい本当に手全体が守られている感じの柄でかっこいい。これ、それが一番重いエペ剣です。確かに重たいです。中国だと重い剣と書いてますから、それが一番重いですね。剣自体も太いんですね。はい、フルーレ剣の倍くらいはあるのかな、太さで言うと。フルーレ剣だと相手についてそのスイッチに 500g伝われば通電するようになっていて、はい、エペ剣の場合は 750g 以上。750っていうのはつくその衝撃っていうのはどれぐらいなんですか。1ミリでつけるんですよ、このこのボタンが押されるところが1ミリ、はい、でその指で今押している感覚が 750g、 それも中にバネが入っていて、はい、試合の始まる前に審判がその重さが適正かどうか重りで計測するんで、その前に自分でそのギリギリに合わせるっていう作業が、じゃあちょっとせっかく剣があるんで、大体その距離感的なものをちょっと知りたいので、はい、ちょっとこの剣を借りてですね、構え合うっていう形で、はい、剣を持って相手に半身に、ね、まず半身になる、はい、半身で、はい、その状態で腕を伸ばしていただいて、まっすぐ腕を伸ばします、はいはい、剣先が相手の肘の内側に来るぐらいの距離、この距離感、はい、これお互いに比べて腕の短い方に合わせる。結構離れてるっぽく見えますけど、僕が構えたらめちゃくちゃ近く近くなりますね。この状態ですね。
剣向けられると相手の剣が向くと、はい、恐怖感がめっちゃ近いですね、はい、怖いですね。これが向かってくるんですもんね。これが向かいます。それ一回ちょっと軽く伸ばしてもらっていいですか。はい、うわ怖っ。で、すでにエペだとここはもう有効面ですね。肘から上、はい、フルレだとこの胴体の部分だけになるんです。なるほど、はい、じゃあもっと近くなるってこと。もっと近くなります。車椅子から乗り出して相手に攻撃するんで、もっともっとここまで行きますね。あーすげえ怖っ、はい、これがあのスピードで行くんですもんね、はい、カン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 って言いながら、はい、近いですね。で、逃げる場所がないスポーツ、はい、もう本当に対峙してボクシングで足止めて殴り合うみたいな、そんな感じですもんね。そうですね、実際問題ね。僕格闘技好きだったんで、中学生の時とか、はい、よく年末とかやってるじゃないですか、あれ見てて、はい、どうして日本人勝てないんだと思ってたんですよ、はい、こんなに日本人も上手いのにって、うん、でもいざ自分がワールドカップに行くと、やっぱりその海外の選手体大きいんですよね。あ、はい、で決まった距離にはなるんですけど、やはりこの腕の長い体の大きい方がやっぱり有利。体格差ってやっぱあるんですね、はい、でこの中でじゃあどうやって勝つんだと考えるしかないんですよね、うん、どう考えたんですか。僕が一番やるのはエペって、結局どんなに相手が大きくても相手がつける距離は自分がつける距離だから、引かないし絶対にそのチャンスを逃さない。隙を作ったらそれは隙を作って誘ってるだけ、いつでも自分がつける状態にしておくっていうカウンター狙いが一番多いですかね。あ、得意技って何ですか。一番よく使うのが相手の剣を潰してつくっていう動作が多くて、はい、フルフレーズがあるからこそ入るタイミングっていうのがあって、フレーズ攻撃剣ですね。攻撃剣、はいはい、相手が攻撃剣持って安心してきたところ、その剣を潰しながら行く、上からかぶせたりとか、はい、ちなみに、まあ、これで例えばなんですけど、はい、そこからまっすぐ潰しながら、はいはい、つきます。したら僕はここからこう潰したら、あ、潰すっていうのはこの剣を払いながら移動させて、はい、まあ、つかの部分まで自分の剣を持っていくってことですよね。そうですね。だから相手の攻撃が来た瞬間にガード守る動作をしてから攻撃なんですけど、僕はもうそれを一つにしてこれでこう潰しながらいく感じですね。おお、払うってなんか受け流すような、はい、それを腕力がある方なんで肘で固めて潰すっていう動作が僕は多いです、はい、でもそれにはすごいなんかスピード感の中でタイミングがやっぱ重要ですね、それ海外選手の通用しますか。はい、やっぱ腕が長いからその外から攻撃していこうっていう彼らのスタイルの中で、自分が潜り込んでこう潰していったら意表をつける。そういうふうなことも考えつつ海外選手とも戦っていると、はい、いろいろとお話どうもありがとうございました。また来週もですね、園田さんにお話をお伺いしたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉県に東京2020オリンピック・パラリンピックがやってくる。あの興奮が、世界中の人々が、世界最高の瞬間が、私たちの千葉にやってくる。その時私は誰と一緒にいるんだろう、誰と一緒に叫んでるんだろう、そう思ったらなんかドキドキしてきた。ザ・ジャパンブランドアサヒスーパードライ、アサヒビールはビールメーカーで唯一の東京2020ゴールドパートナーとして、千葉県の皆様と共に大会の成功を目指します。飲酒は二十歳になってから。さあ、今回の取材の模様番組ブログの方にアップしております。体験させていただきましたこのマスクとか剣、写真をですね載っけておりますので、チェックをしていただきたいと思います。さあ、そして今月もプレゼントあります。2月12日から期間限定で発売されますスーパードライスペシャルパッケージ、350ml 缶24本入り1箱を1名の方にプレゼント。春限定のアサヒスーパードライスペシャルパッケージ、春らしいですね、ピンク色の色合いと桜のデザインがいつもとは違う特別感を演出しています。このプレゼントが欲しいという方は番組ブログから専用フォームでご応募ください。なお、お酒のプレゼントなのでご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。また当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ご了承ください。それではまた来週この時間元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は工作でした。日曜日の終わりはスポーツで乾杯、アサヒビールチアーズフォースポーツ。この時間はアサヒビール千葉統括支社の提供でお送りしました。公演
ティーボランライブヘブン2020ザベストつなぐは4月25日土曜松戸森のホール21、話したくはない、バイフォーナウ、マリアなど大ヒット曲満載で送るティーボラン。お問い合わせ0473659960同音まで。完璧にこなしてどこにも隙がなくて全部うまくいけば人生いいんだけれど、どこか欠けててうまくいかなくて、だからこそいいものもある。訳ありくらいがちょうどいい。春原由紀の一途は月曜から水曜お昼1時から。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど午後4時36分ごろ、関東地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは40キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されます。各地の震度は、震度2が千葉県北西部、千葉県北東部となっています。以上、地震の情報でした。東武野田線鎌ケ谷駅そば、野崎建築工業がお送りします。成田空港発着便の状況です。まず出発便です。21時15分発北京首都行き中国国際航空114便、そして22時20分発上海行きジェットスタージャパン35便はいずれも欠航です。続いて到着便の状況です。重慶発18時30分到着予定の中国国際航空433便は欠航となりました。おしまいに、ケアンズ発18時45分到着予定のジェットスター航空25便と日本航空5080便並びにカンタス航空249便は2時間10分遅れて20時55分到着の予定です。以上、エアラインアップデート、情報協力は空港情報通信でした。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ケ谷駅そば、野崎建築工業。アルソック総合警備保障がお送りします。日本道路交通情報センターの川島さん、お願いします。はい、まず先ほどの地震に伴う交通規制は特にありません。渋滞状況です。東京湾アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に、アクアライン連絡道の袖ヶ浦まで8キロ、アクアトンネルの出口付近で1キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは穴川で5キロ半、花輪付近で2キロ半の渋滞。東関東自動車道の上りは湾岸市川付近で1キロ半の渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に花園付近まで24キロ、東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に厚木付近まで13キロの渋滞です。千葉県の一般道路では特に国道357号線の東京方面の西行きが船橋市日の出で断続的に3キロの渋滞です。道路交通情報センターでした。川島さん、ありがとうございました。ベイ FM トラフィックアップデイ、次は5時31分ごろお伝えします。心配性の親父の口癖が大丈夫かから大丈夫だに変わった。アルソックのおかげかな。離れて暮らす親御さんにアルソックの見守りサポート、月額税別1700円から。まずは見守り親孝行で検索。見守りはアルソック。トラック、バスのことなら松戸の各社へ。買いたい人も売りたい人も、そして借りたい人も、トラックバスに関することは何でもご相談に乗ります。角田にまずはお問い合わせください。詳しくはトラック角田で検索。トラックバス、すべてのことを角田。はーい、今日はポラスの体感住まいパークに来ています。素敵なお家をたくさん見られる住宅展示場なんですよ。もうここに暮らしちゃいたいなっちゃって。トラスで暮らそう。
お得なキャンペーン体感スマイフェアやってるよ。岩田幸男です。ミラクルベルマジックです。毎週日曜日夜9時からお送りしている第一生命プレゼンツライフスタイルレシピ、あなたのライフスタイルをヘルシーでハッピーなものにするヘルストピックと、音楽ライター岩田幸男さんが選曲するグッドミュージックでお送りしていきます。ザ・グレート・グッド・ソングスのコーナーでは偉大なアーティストたちの名曲を紐解きます。また番組ではあなたからのメッセージを募集しています。あなたのグレート・グッド・ソングスなどぜひお寄せください。第一生命プレゼンツライフスタイルレシピは今夜9時から。ビールのお供に来たぞ、うまから大人のおつまみ応援団、一押し一押し一押しくん、キムチの美山一押しくん。植物乳酸菌ミヤビスの美山が5時をお知らせします。どこに行こうが気にしない、どう思われようが構わない、流行りなんか知ったこっちゃない、Who cares? 今日の気分で皆さんに聴いてもらいたい曲をセレクトする1時間、今週もスタートです。 Bay FM Who cares? With Noli Yuki Makihara。 槙原紀之です。 Bay FM 毎週日曜日の夕方5時からは槙原紀之の Who cares です。皆さんお元気でしょうか。ここまで鼻声なので、しれっとこのまま行くにはちょっともうざわつかせてしまうので、風邪ひいてます。すいませんです。年取ると風邪が長いね。なんかずっとくすぶってるな体の中でと思って過ごしたんですけど、やっぱり体力がないんですって。熱が出る。若い時はなんかそれをこうガーッと熱を出して細菌を殺そうとするなんか力があるらしくて、ですけど僕らぐらいの年になると、今年もうね、もうすぐ51になるんですけど、体力ないんですって。それで悔しくて、そっか、でも熱出ないとなんかちょっと調子悪いなと思ったんで、熱出し作戦っていうのをですね先週、しまして、とにかく厚着をして、前にフィンランドにいた時に防寒用に買ったこういうモコモコの服があるんですけど、それを着て、でしかもヒートテック靴下を履き、スウェットを着て布団の中に入ってたら、何度か補助のおかげか熱が出まして、あ、よかったと思って。本当で、それまでやっぱ薬飲むとね、変に熱をこう下げてしまうじゃないですか。でそれではせっかくのこの上がりかけて熱がいけないと思って、薬を飲まないで、過ごしたんですけれども、今週ちょっと残ってしまいました。こういう声もね、たまには皆さんお届けでも、世の中ね、コロナウイルスみたいなのもよく今流行ってて大変なことになってますけど、マスクがさっきもコンビニに行ったら全然売ってなかったですからね。でも花粉症がこれから始まるんじゃないですか。これどうすんのって話なんですよ、僕にしてみると。予期せぬものが備蓄しなければいけない変な世の中になってきましたね。皆さんどうか風邪とかこれからの花粉症もですね、気をつけていただきたいと思います。さあ、皆さんからのリクエストメッセージ、今なんか浜村淳さんみたいな締め方でしたけどもね、皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしております。僕への質問でも構いません。こんなテーマを取り上げてというリクエストも受け付けております。見事テーマに採用させていただいた方には番組特製クリアファイルを差し上げます。メールの宛先は foo@bayfm.co.jp who@bayfm.co.jp ですね。皆さんのでもなんか今なんですね、インフルエンザが一番こう本来ならばこう流行る時期っていうのが今頃なんですけども、あったかいですからね。なんかもうちょっとしたらすごいまた20度ぐらいになるような日も来るみたいで、もう体がついていけない中、よく僕たちは頑張ってると思いますよ。皆さん自分をね、ねぎらっていただきたいと思います。それでは今日の1曲目いきたいと思います。では槙原紀之で、もうみんなで頑張って超えていこうよということで、願いを込めまして、超えろ聴いてください。
葉が聞